ああ、いきなり来たね。いきなり来たね。<laughs> はい、皆さん、こんにちは。ふけのりばさん、のり物チャンネルです。えー、7月11日バージョンでございます。今日もよろしくお願いします。まずは、スポンサー紹介から。CCMC コースコーションモータースポーツクラブです。えー、鈴鹿サーキットをメインにですね、えー、富士スピードウェイも年に何回か来ます。え、自分の車をですね、サーキットに持ち込んで、え、モータースポーツを楽しむという クラブででですすすすこれすごいい人気になってきててきねどどどどん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 、えー、申し込みが増えているそうですぜひぜひモータースポーツ自分の車でちょっとさっき走ってみたいななんてちょっと異次元の世界に行けるのでね、えー、初心者も歓迎してます初心者の時間帯もあるっていうふうにね非常にあの優しい、えー、主催は神谷さんという方がやっておられますコースコーションモータースポーツクラブ 興味のある方はね、この CCMC で検索をしてくださると、えー、すぐにここにつながるので、えー、ちょっとモータースポーツでこう、サーキットで自分の血をたぎらすのも面白いかもしれません。CCMC です。そして、牧田会計事務所です。えー、鶴見の駅前にですね、えー、ある会計事務所です。牧田会計事務所。えー、もう200社近くをね、えー、一手に引き受けてる。 えー、会計事務所でで僕もここでお世話になってます今シャッと写,写真に出てたのは牧田良樹君っていって僕の中学校からの友達です、えー、すごくあの親身になっていろんな相談をしてくれて経営のこととかね相続のこともやってますもうとにかく税のことに関しては俺に任せろっていうね、えー、牧田んですので、えー、税のことに関しては 鶴見にある牧田会計事務所をククリッししてくださいいお願いしますそしてもう一つ、これで今ね、バズり始めてます。えライズン i 匂いをデータ化してね、えー、なんていうの、これね、ちょっとね、毎回毎回ね、説明するのに苦労するんですけれども、例えばですよ、ゲームをやっていて、ゲームをやっていて、そのゲームの、 なんて主人公がですね火山に行くと火山の匂いがヒューッとしてきたりとかなんかねそういうことができるんですよ。これディフューザーっていうのをね手元に置いといてそこからそのそこにコンピューター書いていて匂いを調合してお花畑だったらお花畑の匂いとか火山だったら火山の匂いとかねなんかその匂いを出してくれるんですそういうのをね、えー、今開発して今このサイ・アレックスさん 台湾から来たねザッカーバーグことサイ・アレックさんがね今海外飛び回りながらいろんなことをやっておりますこれちょっと皆さん覚えておいてくださいホライズンそしてねこいつ僕のことなんですけれどもえー、愛のぬくもりという映画がね、えー、今上映され始めました4月7月6日から上映され始めましてですね、えー、これはですね新宿の ケイズシネマにて、愛のぬくもりというね、主人公は、えー、吹雪圭さんというグラビアアイドル、今大人気の吹雪圭さんと、小出圭介さんです。この二人が主人公で、えー、明日も、7月12日はね、僕と吹雪圭さんが、えー、登壇して、えー、舞台挨拶をさせていただきますので、皆様、もしよろしければ、愛のぬくもり、ケイズシネマにて、上映時間はね、上映は18時20分からです。 18時20分から、えー、ケイズシネマでやってその後舞台させますので、えー、もしお時間ある人はぜひ愛のぬくもりを見にケイズシネマへ来てくださいそして皆さん今日のゲストを呼ぶ前にですね読んでください tacosguild タコスギルド何だと思いますか駒沢と書いてありますタコスギルド駒沢 プロデュースした俳優の加山哲さんをお呼びしたいと思います <laughs> えー、ありがとう,どう,どう,がとう来てくれてありがとうございますえ茅山加山哲さんです、はい、これねなんでタコスギルドかっていうとねちょっとね、はい、これね哲君はねもう哲って呼ぶね哲はねもうね今ねこれタコスギルドをねプロデュースしたんです じゃあなんだそのタコスギルドっていうのをちょっと写真で皆さんにお見せしようかな写真ちょっとってったああ、はい、これはお店ですねそうなんですこれね<み>、うん、あの駒沢公園駒沢公園ありますね、はい、駒沢公園の西口って分かります、はい、あの駒沢公園通りっていうある方ですけど、うん、そこのもう本当目の前のこれ2階なんですけど、うんうん 要するにタコスギルドっていうのが、タコス屋さんですね、はい。そうです、タコス屋です。タコス屋。<laughs> 綺麗な看板ですね。もう僕、実は一回言ってるから、分かってる <laughs> そうないんですよ。実はね、ふけ <laughs> さん来てくれて, 1> 1てるんだけどね。<も>タコスギルド。そうなんですよね。これは、はい、要するに、鉄がプロデュース。 オーナー、プロデュース。あ、同じなんです。プロデュース。プロデュース、そうなんです。ほうほうほう。これいつオープンしたんですか、タコスこれまだね、えっとこの間五月日にオープンしたばっかなんで。ほやほやじゃないですか。まだほやほやなんですよ。はい。これ次の写真ちょっと見してください。あ、これタコ先生。はい。このね、俺はこれ食べたからちょっと知ってるんだけどね。これね、この川にも。 川っていうのあれ川にねめちゃくちゃちょっと特徴があるんですよちょっとまた次の写真を見せてくださいこれねこれテイクアウト用の容器になってるんですどテイクアウトもできるそうだね今やこういう時代だもんねそうなんですよこれさ実は俺これ2回食べてんだよ冷えたのと出来たてホエホは両方食べてますで最初に食べたのは冷えたやつ お土産で持ってきてくれたからそうだそうだそうでしたねその時にこの容器で来たの覚えてますでこの冷えててもめちゃくちゃうまかったありがとうございますそうなんですよこれ本当にうまかったしてちょっと次の写真くれるこれ店で食ってるこれこれだねこれ福さあまりにも美味しかったんでこれはもうね出来立てを食べなきゃいかんと思って食べに行きましたよびそう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 ちょうどね小松菜に匂いの貸しててちょうどお腹減って てあっそういえば鉄のプロデュースした店が駒沢公園にあったぞと思ってで寄ってみようと思って寄ったらいたんだよねよく思い出してくれましたね本当に思い出した思い出しただって毎日鉄いるわけじゃないんでしょそうなんですよいる時といない時とあるんでまあちょっとその都度なんですけどいやでもだからあのタイミングでいやすごいいいタイミングでもね階段登っていく途中に の声はちょっと聞こえたからああ <laughs> いるわと思ってよかったーと思ってあそうでした、うん、これでもね<ー>ほんとにうまいいやうれしいですよあの俺ね今まで食べたタコスで一番おいしいと思うほんとにそう思ういやーこれはちょっとうれしいなめちゃくちゃうれしいほんとタコスギルドねもうほんと食べてほしいみんなにこのタコスギルドいやですよねあの、うん、実はだから、まあ、この写真で、うんこの なんだろう写真の印象からだと <laughs>、うん、もしかするとこの皮がちょっとパリッと硬いんじゃないかなっていう多分印象を受けると思うんですよ。硬くないんだ違うんですよこれ。硬くないんだよこれが。 で、これね、おそらく俺、スタッフがよだれ垂らしてるこれね沖縄の人だったりとか沖縄好きの人だと実は意外と知ってるかもしれないんですけど沖縄にはね有名なタコス屋があってそこのタコスが本当に独特で僕がだから昔もう結構前ですけどそこに初めて食べに行った時になんだこのタコスはっていうぐらい 感動したんですよめちゃくちゃ美味しくて、うん、で皮がやっぱり特徴的なんですよ、うん、でこんなタコス食ったことないと思って、うん、でそれから沖縄へ行くたびによく食べに行ってたんですよ、うん、あそこ,に、ね、にそこに毎回食べに行ってたんですけどである時からこれ東京でないなと思って<ー>東京でこんなタコス食えたらいいのにななんてちょっとずっと思ってはいたんですよそれで、 これどううやって作るんだろう、うん、まず皮がそもそも全然普通のタコスと違うから、うん、これどうやったら真似できんのかなみたいな<ー>なんかそういうところが実は一番最初のスタートだったんですよね。もともとあそこの場所に、うん、あなんかお店を、まあ、プロデュースっていうことはもともとなかったわけじゃない<あ>ここですか。でまあ プロデュースしてくれよって頼まれたんだ。あ、そうそうだからそうなんですよ。まあこれまたあの面白い流れで、あのそこの今のあの写真のあのお店の場所って、あの前からそこには別のお店があったんですよ。で、立地がいいもんねここね。そうなんですよ。で、そこのお店がえっと元々はまあレストランだったんですけど、そこにあのちょっとね変わったシステムがあって。 ランナーいわゆるマラソン好きな人ならわかるかもしれないですけどランニングステーションっていうラランンスステって呼ばれる機能がいたレトなんですね要は駒沢公園で走りたい人って結構ランナーあそこ多いじゃないですかあそこで走りたいけど例えば近くに住んでる人ならまだしも遠くから来る人ってみんな荷物持ってたりとかするじゃないですかそうするとそのランステを使ってそこに荷物を置いて 着替えてて走りに行っそんな場所がある帰ってきたらそこシャワーがついてるんででシャワーを浴びて着替えて帰るみたいなそういうシステムが海の家みたいなもんだああまあそうかもしんないですあのねそこで着替えてシャワー浴びれてみたいなそういうことですへえそういうのがランステっていうのがあるんでで この店には、前の店にもそのランステっていう機能がついてたんですね、うん、で駒沢公園の目の前でこんなランステっていう機能がついてて、うん、すげえいいとこだなと思ってたんですようん、うん、で僕あの、まあ、同級生とあとは他にもたくさん仲間いますけど、うん、ランニングチームをやってるんですね。うんうん、で、そのランニングチーム、うん、実は「ュラン」っていうんですけどちょっとこれ響きが5回受けますけど叫 <laughs>、うんあの避けてるいう字に「ランニングのラン」ね RUN って書いてそれで「シュランって読ませるチームをもう10年近く前に立ち上げてでそこをずっと同級生とかと一緒にやってきたんですよでやってきたんだけどそれでその要はランステがあるこの場所を時々だから使ってたんですよ我々はそれでまあちょっと不思議な縁でそこをお店やってた方がここを辞めるっていうんで。 なんかやっぱりいい場所だしもったいないよねっていうことで俺たちでんかやろうよそうそうそうでその同級生がじゃあここで我々がランステを引き継いでなんかここでやろうとっていう話になりで僕に相談が来たんですよ何やろう哲何か俺が先輩の「どうするてつこれさ」いやんかやんないとダメだよこれえいきなりそれどうすっかこれ飲食店がいいと思うんだよねなんかあるバイや例えばなんだけど タコスタコス何このいやみたいな話があったわけですよでそれでだからんでタコスって急に話を出てきたかっていうと僕はだから昔からそのタコスだから思いついたわけだそうなんですよ好きだったからタコスいいじゃんって東京でそんなタコス食べれたら最高じゃんだからここでやってみようよみたいな話から始まったわけですよははあ その友達も、タコスいいじゃんそうタコスいいねってなったんですけどただその沖縄のタコス食べたことなかったんですよその同級生はねでだからイメージがつかないわけでしょ一般的なそう一般的なタコスじゃさ哲いやいやいやこれだから食べてみなきゃわかんねえんだってどこで食べれんのよだから東京だとないんだよじゃあどこに食べに行くのよ沖縄だよで俺行くの まあ行くんだっていうことをやりたりしていったの大きいな本当にだからそいつ行ったんですよえ鉄と一緒にいや俺はその時は一緒に行かなかったですけど俺はもう何度も食べてるんででもそいつもやっぱり一回は食べてるのかわかんないで食べに行ってくれて帰ってきて「鉄うまかったよ」ってこうなったあら俺は違うっていう話でそれでまあとにかくそれを再現っていうかねまあでも 全く同じじゃつまんないしでもやっぱりあの感じで食べれるタコスっていうのを作りたいな、うん、で、まあ、もちろんうちオリジナルで作ったんですけどうん、うん、まさにだからそこがだから僕がプロデュースしたというかその味を。 どうするかっていう。なるほどねもね本当うまかった本当ですか。タコスギルドいやこれ本当うまかったよ。いや嬉しいすねもう。なんか今もた今日持ってきてくれた？今日は持ってきた。ダメじゃん。もういいじゃないですかもう。いやあれね本当うまい。いや嬉しい。これぜひみんなに食べてほしいんですタコスギルドのタコス。いやちょっとね。 目からねタコスのあれがが概念変わるよあ、そうだと思います本当に初めて食べる人はえっていうなんか皮が違うし今までの印象ってんかソフトトルティーヤだったりとかあとはコーンのねパリパリしたものとい大体そういうどっちかのイメージになるけどねまず大きさも結構ちっちゃいんですよねだからおやっていう感じするんだけど食べてみるともうおそらくそっから止まんなくなる止まんないんだよ あれ、十個ぐらい食べれるよ。いや、マジで、俺もそう思います。それぐ食べる。十個ぐらい食べれちゃう。いや、嬉しいな、本当に。デューネタゴスのね、プロデュースをしながら、じゃ、あなんと、僕と哲が初めて会った時の、あの。あの映像、をちょっと。てんちゃんを、てんちゃんを。これ、うわ、懐かしい。若っこれ、な何年前だろう。で、ずっと待って、これね、俺、間違いなく二十代。二十代だよ。 代のまだねこの時はね加山哲司じゃなかったよ。山下哲夫だったよね。俺はこの左の一番下にいるんで帽子かぶったの左の帽子かぶったひげもじゃんおじさんが俺だよ。ですよね。もうもうこれ多分ね20中盤252525ぐらいじゃないかな。だとすると。

あの山下哲夫って名前だったじゃん。はい、で哲に「あれあの加山ってつけないの?」って言ったら「はい,はい、いや違うんです」僕はあの <laughs> ねあの下に見たいんでい、ねね、山の下にしたんですよ。 そこと言ってましたすげえなこの人お父さんに喧嘩売ってるのかなみたいな。っていうねんでかっていうとまあまあもう知る人ぞ知ってますけれどももう哲は加山雄三さんの息子さんなんですよそうですね加山雄三さんの息子もう国民的ヒーローですよ加山雄三さんって言ったらだってそれ俺なんかから見たのさ。 映画のさ椿さん五郎には出てるわさかひげには出てるわさ名作ですよね名作だよもうそこであのキリッとした若侍の加山さんを僕なんかもう拍手やる前ね目指した時から見ててすげえなって三船さんもすごいしめちゃくちゃかっこいいですよねかっこいいの田中邦衛さんのひょうひょうとした感じとかさそこに若侍のシャキッとした加山さんがいらしてさ でなんとね、うん、俺加山さんには、うん、俺19歳の時にこの業界に何だろう、あのーはい、付き人として入ったわけで俺の師匠は秋野陽子さんで<ー>秋野陽子さんの付き人で入ったんだけれども、はい、その時に秋野陽子さんがなんと加山雄三さんが主役の「女7人集まれば」っていう番組の、うん、で加山さんの娘の役で出てたんで、ね、んだから当時のミドル緑マスタジアムに行ったらいつも。 かやまさんがいて、かやまさんみんなに船長って言われてたよ。<laughs> そうです、ね。そうなんだよ。かやまさん船長って言われたんですよ。<laughs> まあ甲信丸っていうね、すごいでかいよと思っていらして、ね、っましゃるからね。でもそれが有名で、うんうん、だからあきのさんも俺の師匠もあきのさんも船長とか、まかやまさんって言ったりもするけど、はいはい、ちょっと気がいいときが、<laughs> 船長今日はなんとかとか言って、なんかで、俺まだ覚えてるのは。<laughs> あの、スケートボードあるじゃないはははいいいスケートボードになんかねジェットエンジンみたいのつけたやつを緑山の山でこう走り回ってたよ岡山さん休憩時間にそうエンジン付きスケボー持ってましたね覚えてる覚えてますえその時ってさ鉄何歳ぐらいえっその女7人の時って多分ええあれ何年前って言いましたっけ19だから43年前ぐらい で俺小学校1年生ぐらいすらうですね。は<ー>、うん、っは待って,ちょっと待って小学校1年生ぐらいの時ってさまだそんな芸能界のこととか知らないわけじゃないあまあもちろん全然。うん、その時お父さんの仕事を見ててさ哲どう思ってたの、うん、なんかお父さんテレビ出てたりとか歌歌ったりとかして。 そこはさ、うん、俺なんか普通の一般のサラリーマンの子供だから、はいま、親父はサラリーマンで、ええっていうでも哲はさお父さんは国民的大スターだったわけじゃない、うん、じゃ例えば一緒に街出たらさお父さん「きゃあ加山さんだ加山裕三だ」とかでうわーって人になるわけじゃないな、ねはい、この感覚は子供ながらにどうだったの <laughs> いやなんか 確かにそのまあ自分にとっては当たり前ですけど父親は一人しかいないんでだからテレビに出てたりとか映画に出てたりするのがそれがまあある意味の当たり前というかそれか当たり前なんだよね。ただ確かにそういうんか街に出たりとかんかそういうことがあれば周りがそうやって騒いだりとかっていうのも目の前で見るじゃないですか。そうするととやややっっっっっぱぱりりごいいこてて人なななんだちょ特殊イメージは あってありますよねなんかそういうすごい人なんだっていう子供心にそういうふうに思ったとは思いますね。ある種さ父親がスーパースターなわけじゃない変な話だけどあの当時のさ加山さんなんて言ったらさちょっとさすごいじゃないその歌もさもうバンバが歌もヒットするわドラマもやるわ映画もやるわもうなんか芸能界の。 うそうですね,ねピラミッドの上のほうちゅうまい上のほう見上げたら <laughs> もう見えないぞっていうぐらいのところにいた人なわけじゃないで自分でさそのお父さんの後を追っかけようと思ったのって何歳ぐらいの時なの俺もよしじゃあこの芸能界でちょっと頑張ってみようかななんて思ったのって高校の時だと思うんですよね。高校生ぐらいの,時な,のんなんか、うん えっとね、ただ小学校の時のあの卒業文集みたいなあるじゃないですか。卒業作文に。あんとあそこになんかこうプロフィール書くところに、なんかねなりたい職業将来ってところに、俺そんな書いた記憶ないんだけど、俳優って書いてあるす書いたんだ。俺全然その時思ってなかったはずなんですよ。なんで俳優って書いたんだろうと思って。なんかこう。 せっかくそのアルバムっていう世に残るものだったら、うん、ここは本当のことを書いたけどと思ったんじゃないのいや俺全然その書いた記憶もなくて、うん、であとでなんか見て「うん、え俺こんなこと書いてる?」と思ってで、えー、びっくりしたことがあるぐらいなんですよ、えー、でもだからその時、うん、だから自覚としてはその時全然そういう気はなかったですただそういうことは書いてたんですけど<ー>だからそういうはっきり自分の中で、うん、ああ役者やってみてえなって思ったのは多分高校 の時だと思うんですけど、うん、でも実はそのきっかけを感じたというか、うん、決定的なことが僕にはあって中学の時にあるドラマをテレビでで見てたんですねもちろん誰とかは言いませんけど、うん、そのテレビで見てたそのドラマの俳優さんの,その芝居を見た時に下手だなと思ったんですよ。うん 生意気な何もやったことないんですよ、うん、何にもそんな芝居なんかやったことない中学生がですよ、うん、すごい下手くそだなって思っちゃったわけですよ目が超えてるからいや分かんないそれはもう超、うん、えてるのかどうなのか分かんないですよそれはもう目が超えてるよだってもうお父さん見てんだもんいや <laughs> いやまあお父さんが普通と思ってる人でしょだってそれダメよもう頂点の人だからいやいやいや,いやここが普通と思っちゃダメなの <laughs> 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 まあまあそれで下手だと思っていや下手だと思って、うん、何だろうこの芝居はと思った時にうん、うん、同時に思ったのが。うん 俺自分だったらこうするのになっていうことをふって思ったんですよ。うん、やっことない時に中学生の時に,の時にへえクソ生意気ですよねだけど、うん、そのきなんか動機がなんか自分の中でそこでポッて生まれて、うん、自分だったらこうするのになっていうのがずっとその後意識としてなんか残ったで,でも自分だったらこうするのになって思う意識があるってことは。うん 普通の人は絶対それ思わないのよ,ですよ、ね、ただ下手だなと思うだけで俺だったらこうやるぜなんて思うのは、うん、もう意識がちょっと俳優の脳だよね、うん、絶対に。なんですよね多分うん、うん、だからおそらくそこが自分の中できっかけだなって今思うと、うん、でその後その高校になって、うん、まあだんだん色気づいていった時に。うん 俳優やってみてやだなみたいな思うじゃないですか。うんうん、ちょっと俺も有名になる、有名な。そう、そんなにモテてんだよ。とかさ <laughs> そ,うそうまあ、大体そんなもんじゃないですか。で、そこから始まってった、気はしますね。<laughs> なるほど。はい、で、本格的に、じゃあ、うん、この一歩、この世界入ったら、な、何から入ったの?。俺、大学。二年の時だったと思うんですよ。確か。ちょうど、えー、っと、二十歳になる年だったから、まあ、そんなもんだったと思うんですけど。うん そうこれはでもねちょっとね、うん、まあ僕の場合特殊なパターンでしたねやっぱり親がそういう立場であったっていうのもあるんですけどたまたまとあるテレビの,、うんあのね、24時間やる番組あるじゃないですかあれに、うん、あのたまたま僕が当時、えー、の,のゲストで、うん、有名なその向こうのアーティスト、うん これ別にもう、ね、番組名は言わなくてもそのアーティストは言っても大丈夫だと思うんですけど当時僕はすっごい好きだったアーティストでサイモンガー・ファンクル知ってますよ俺も大好きだよ、ね、俺も大好きで、うん、であのサイモンガー・ファンクルって二人が解散しちゃって、うん 活動が、えっとポール・サイモンだけで、ソロでずっとその後活動したんですよね。でアートガーファンクルは、当時、全然そのどう活動してるのかがわからない状態だったんですよ。で、どうしてんだろうと思ったら、その番組にゲストで来る。アートガーファンクルが。っていうのを聞いて、やばいみたい。だって、今活動してるかどうかもわからない。 アートガンファンクルがもしかして生で見れるかもしれないっつってうん、うん、その時初めて親父に頼み込んだんです、うん、お父さん俺ートちょっとアートガンファンクルを生でどうしても見たいから、うん、あのもう付き人の手でいいから連れてってくれっつって、うんうん、あのもう邪魔しないからっっ、うん、お父さん黄色い T シャツ着て <laughs> まあもうそれでもバレバレやんて言っ そだから頼むからっつってもう隅っこにいるだけでいいからっつって見させてくれっつてついてったんですよ「じゃいいよ」っつってただこの番組チャリティーだからなんかやっぱりただ来るのはそれはやめた方がいいっつってだから少なくてもいいから募金なり用意して持ってけって言われて「分かった分かった」っつって。 それで確か家族で集めたやつを持ってったわけですよそしたらたまたまスタッフの人がパッて「すいません」って「うちのあれで」っていうふうに渡したらスタッフの方が「せっかくだったら舞台の上でね渡してください」っていうことを言われて「え舞台に上がるのはちょっと」と思ったんですけど普通の高校生ですから。 でもどうかそれでお願いしますみたいなことを言われて分かりましたって言ってそういうふうに渡したわけですはい。そしたらそれ当然テレビに映るわけじゃないですかそれを見てた局のプロデューサーがいたわけですからそこから今度突然後日なんか連絡がありドラマに出演しないかもういきなりドラマはあって思いましたよね。 でもなんかやっぱりもうその時にこうねやってみたいというあるじゃないですかさっき言ったそのね高校ぐらいからそういうそれがだからあったからやってみようかなって思っちゃったんですよねえそれはんていうドラマだったのえっとね終わらない夏っていうドラマでしたへそれでデビューそれでデビューです高校生だけど高校生役あちなみにその時はもうだから大学生になってました大学生ななっごめんさい、えと、そうだ 確か最後見に行ったと時は高校生だったけどその話が来たのが後とだでだから最終的にデビューすることになったのが大学2年ぐらいだったと思います。でそれでちょっと話はさっき戻るけれどもなぜ加山哲じゃなくて山下哲夫でデビューしたの まあとにかく芸名違う名前でいきたいなっていうのは思ってたんですよ、ね、これ結構、あのーうん、みんな思うことあるみたいね。やっぱねそ,うそこはね、うん、だとほら<分>佐藤浩一さんだってさ佐藤浩一だしで、はい、息子さんは寛一郎だからね佐藤ってつけないもん寛一郎だけだもん、うん、そういう人多いんだよね意外と。俺、うん、俺はだから俺の 人生俺で切り開いていくんだっていうなんかね危害があったわけだ、ねうん、ありましたねまあ名前君もそう思うんですよねみんな、うん、それの時にはお父さんは「<laughs> うーんそうかそ,うそれでいいぞ」みたいな感じだった、まあ、別になんかそこはもう全く、うん、ノータッチノータッチですね<ー>、うん、まあだから、うん、あの当時だから <laughs> なんか違う名前であれば何でもいいみたいなとこはあったんですよああなるほど あの佐野圭介君にも来てもらってさはい、はい、佐野圭介君にもこんなどういう経緯でこの世界入ったのって聞いたら、うん、圭ちゃんの場合にはお父さんに里美さんに会いに行って、はい、この仕,仕事やりたいんだろうって言ったら絶対ダメだって断固断られたらしいよ。哲<ー>どうだったたいや別に断られば何もしなかったていやっていうより何、うん、つったんだっけど最初。 本当かっつって「<laughs> <laughs> お前そうだ,だ, <laughs> <か> <laughs> だろうみたいななんか「やめとけよ」みたいな <laughs> えっていうへんかそんなような反応だった記憶があるかなへえー、ちょっとびっくりされたわけうんびっくりしましたねまさか俺がそんなことをやると思ってなかったんだそう思ってなかったみたいですねえー、じゃあ、うん、そこまではだってずっと一緒に住んでたのあもち,ろんもちろん一緒に住んでた一緒に住んでて。 じゃあ加山さんも、はい、あのお父さんも、うん、鉄がこんなふうに世界に入りたいなんて微塵も思ってなかったってことか、うん、思ってなかったと思いましたへえへえ、うん、でいよいよ、はい、山下鉄夫という名前で、はい、この妖怪入ってきてどう,どうそれでこう入ってきてまあ、うん、俺 嫌いいなこともちょっと聞いたりするんだけれども <laughs> 嫌なことも当然あったと思うし、うん、まあいいこともとってあったと思うけどんかこうあ<ー>自分の中でなんか比較されてんじゃねえのかなとかなんかそんな名前出されてこうなんだなっていうなんかそういう面はちょっと嫌だった面だったりするの、うん、まあそこはでも最初から仕方ないところだとは思ってたから大人だね哲いや、うん、そこはね別にそんな大した問題じゃないんですよ。うん、なんかそれよりもなんか、うん すごく嫌だっったなっていうのは、うん、いや結構いろいろ嫌味を言われたことはあるんですけどあ要するに七光だみたたいなこことと言われたってことそうそうそうまあ別にそういうぐらいに言うなら別にまだいいんですけど、うん、例えば、うんね、仕事をなんか作品が一つ終わって、うんまあ、とある打ち合いかなんか行った時に、うん、そこのお偉いさんが来た時に。うんうんうん いいいいやお偉さんってななななかか現場に来じゃですかでも最後には来てくださるんですけど来てくれた時に挨拶をしたら名刺を渡されて「これお父さんに渡しといて」とか言うわけですよ。おいおいどう渡せばいいのとか思うじゃないですか。とかね。他にもだからまあ誰とは言わないですけど。 昔その、それこそだから多分、ふけさんとも一緒になったことありますけど、うん、京都のね、うん、現場に僕が行ってたときに、うんまあある俳優さんが「うんうん、お前、なんで役者なんてやってんのや?」って言われて「うん、えダだめですか?」って、うん「お前、親父あれやろ?」とか言って「うん、お前、なんか役者なんかやめて歌でも歌うてりゃええんかい」って言われたことあるんですよ。うん すません僕役者やりたくてやってるんですけどっつってかそんなことだから言われたりとかああなるほどねあれあれテキスさずっと何のレギュラーだったんだっけ京都のやつえっとね八丁堀の七人っていうそうだそうだそこで合ってるよよ何回も合ってるそうだそうだそうだ八丁堀の七人で共演してるんだけど絡みあまりなかったよね あんまりなかったですねちょっと最後ので取り込みで俺が追い込まれられたけど1対1でんかこう芝居がガチッとあるっていうのはなかったんだよねだからさっきのテンパイの方が先でその後に確か八丁堀があったそうだそうだ八丁堀で何回も会ってるよ八丁堀俺何回も出させてもらってるもんそういえばそうですよねそうだ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 でもあんまり話しなかったんだよなてつあんま俺のこと好きじゃなかったでしょ そんなことないでし、どういうふう言うんですか。本当本当違う違そうそう八丁堀で会ったら会ってるってる。鶴太郎さんとね。そいさんとい。ろいろとねなんか話は聞きましたけど。またそういうそういう方向に持ってかないでね。危険だからね。でもあの八丁堀でもなかなかあれ何年やったの鉄八丁堀。七年で七年もやったんだ。えあの八丁堀時代。 のあ一番最初のレギュラーからもうそうですで終わるまでやったってことやってますはいずーっとあの八丁堀って7年間もやってたんだそうなんですよねあれでも結構ね面白い番組だったな俺好きだったな八丁堀呼ばれるの、うん、俺も結構好きでしたねなんか、うん、なんだろういわゆる、うん、それまでのなんかこう時代劇の、うん、その鳥物と物と のとのとちょっっ違うテイストがあったじゃないですか、うん、あったねなんかあれは僕もだからその感じ好きでしたねあれさ同心ってさ鉄のほかに誰がいたんだっけ、うん、鶴太郎さんと鶴太郎さんでしょ広石,石倉三郎さんとあそうだ石倉さんがいたんだ織本正雄さんとあ織茂正雄さんいた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 あと日野陽人さんとあ日野陽人さんねはいはいあと末吉浩二とはいはい あと俺で、あとは村上さんがりきだったんで村上宏明さんがねその7人ですねそうか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 んか個性豊かなメンバーだったよねあれねそうですねいや面白かったですよでもそうかそうかあれもやってたんだよねで京都は、まあも 最初はそうだったけど、ええ、もう2年3年経ったら「うーっ鉄」ってもうそんな感じになっああもうそれはすごくみんなよくしてくれたし、ね、あのいや今でも本当にね、うん、あの京都に行くとやっぱりあの時のね、うん、ずっと一緒にこう7年間も一緒にこうね,うね仕事した仲間なんで。うんうん すごくくくか迎えてれるし最初みんな洗礼受けるんだよねそれに鉄だけじゃなくて俺なんかもそうだしもうみんなそうよみんな京都の洗礼を受けてそれで食いしばって耐えたやつがずっと京都にんか行けるそうなると京都の人たちも「ああこいつ頑張ってるからじゃあ認めてやろう」っていうことになるんだよねそうなんですよね俺ははねああれりがたたかっよでも いやでも俺もそう思ってます。ね。ええ、あの、やっぱりあそこでいろんなことを学ばせてもらったし、うん、そうなんだよ。そうなのそうなのう。だからね。今さ、ああいう場がないじゃないないですねそう。要するに叱ってくれたりとか、<う>ダメなものはダメだよ。お前何やってんだよ。バカ野郎っていうのがないじゃない,ないですだからさ。 ななんんかぬるくっちゃうだよねでもやっぱりね今だともしかしたら現場の厳しさがすぐにパワハラだとかそっちに方向に捉えられちゃうとはなっちゃう確かにパワハラよくないんですけどだけどあの現場の実は厳しさってものすごくこっちにとってはありがたいことだったりするんですよだからあの厳しさを体験できたのはいや今本当に良かったと思てます。 まだ京都に行った時ってさ、ええ、俺も234ぐらいの時だったから、うん、結構なんかいきなりゲスト主役で、はい、俺ねあ、違う違う違う若大将シリーズっていうのがあって若大将要するにね、あのー、松平さんが舞台とかで半年いなくなっちゃったりする時に、はい、そこの穴を埋めなきゃいけないから新しい時代劇のスターを作らなくちゃいけないって言って大々的なオーディションをしたわけよ。はいはいはい もう応募総数何万人の、うん、それであれよあれよと残って最初まで残ったわけ<ー>でそ最初まで残ったもんでその後に、うん、いまあ残ったメンバーはこういろんな作品で呼んでくれるようになって、はい、でいきなり行きました、うん、で俺何にも知らなかったから、はい、だから東京だとさ、ね、もう普通の普段着で行って衣装さんが衣装用意してくれたの着替えて。はい 全部用意してくれてやるじゃない。もうその感覚で行ったわけ。はいはい、で衣装部屋に行きました。うん、であじゃあ服着て服かるそっかけとけはいとかってかけて、はい、でもパンツいっちょだけじゃん。はいはい パンツ一丁でこうやって誰かがなんか暗く笑ってるけどこれさパンツ一丁で二十分ぐらいずーっとこうやって立ってたわけ。もう誰も何も言ってくれなくて通じもう見かねたまだ覚えてる。 あの準備さんだったら準備さんが、はいお前「お前何やっとんや」っれるいやあの,あの衣装が」とか言ったら「はい、いやお前は何々の生のだらだらの役で来た」って言わな分からへんやないかっ、はい、あすいませんあの何度かです」ああそれでいいね」って「倒るとか言って タオルって何にも知らないから「<laughs> お前何しに来たんやお前は」とかもう怒られるの当たり前だよねそんなのさあ当たり前なことは全然できなかったからもう当然怒られて「ひきょうはしょうがない貸してやろうわ」言って貸してもらって、うん、でいいぞ終わってもその日にいきなり呉服屋みたいなとこに散ってツンツル天の浴衣、はい、とさ、はい、なんかバスあるかって <laughs> 次の日行ったよもう <laughs> か何やこれバスあるでかいやない 何か,か言われながらあ「どうしたらいいんだよ半分に切れ!」とか言って「はさみはさみお前はもううるさはさみ」さみ <laughs> とかそういう切ってなんかそうやってなんか覚えてったよねそうまさにそんな感じですねねもうあれはほんと忘れないけどもあれがあるからよしじゃ準備はしなくちゃいけないんだとか<う>なんか入る前にはちゃんと勉強していかなきゃ要するに 柱をクキンと絞られたんだよねまあそういうことですよねそういうことなのよああいうだろうその衣装部屋とかメイク部屋でそれぞれそういうんか洗礼を受けてで今度現場行くと面白かったですけどねあの技術系のスタッフの人たちが今でもねいろいろよく覚えてますけどあ照明部の方がこうバッと俺のとこ来て。 例えば今でもこうね、ね明があるこの照明をこうやってこうやるわけですよ。うん、これ分かるか感じるかって言われて「うんうん、はい」って「当たれよ」「当たんなかったらあんた真っ暗やで、ね」ああもう分か <laughs> る分かる分かる分かるー」って思うじゃないですか「うんうん、当たれよ」ってどういうことやと思うけど <laughs> その時は全然分からないわけですよね分、うん、かんない。そう、ううん、ととかね、もうあとはこう 録音部さんは、ねうん、うマイクこうで向けて、うん、でやってくれるじゃないですかそれをやってる時もあの、まあ、芝居のテストをバってやった時にバ <laughs> って来て「<laughs> あなたそのセリフえっとそこで言わんのかそのまま言ってこっち来るのか、うん、どっちやねん」って言われて「あいやえっとまあ多分この流れだとこういう感じですからねあそこで言わってくれよ」 じゃないと、これ、音取れんで、<ー>ここからさっき言ったら、もう音何も入らないから、なって言うわけですよ。<ー>いや、そういうことだろうとか、いろいろ疑問はあるんですけどそうそう。そうそう、もうこういう話だとさ、<laughs> もう。 んも止まないよねよくさ、あと覚えてるけど、こう、よく時代劇ってさ、格子があるじゃない。格子の隙間からこうやって見たりするさ、ここでこう目が見えてなきゃいけないところなんだけれども、カメラがこうあったって、どこまで行ったらこう目が見えるかなんていうのはさ、感覚でしかないじゃないと、もうそのたんびに、ああ、ライト当たってない。目が見えたらいいねん、何回も何回も怒られて。で、なんか よく主役の人のかぶ、うん、っちゃいけないなんかさ、変な話だ、もう5ミリぐらいの<す>もうこれぐらいの単位でやるじゃない？でなんかそういうこともなんかすごく、うん、本当教えてもらったって感じだよね。本当にそうでしたね、あれは。ああいう場が今ないのはさ。うん かえってさ、若い俳優さんにとってはさ、もったいないよ話で。かもしれないですね。うん。うん。そんな話、あと十分しかない。てつ、次、次、仕事、何やんだっけ。ちょっと、あの、あれ、ちょっと、もうこれ、終わんないよ。お、これ、何、てつ。これね、そう、この間、撮影してきた、ばっかなんですけど。あの、愛知県の、あの、幸田町っていうところで、撮影した映画なんですけどね。あのね、ちょっと、今時、珍しいかもしれないですけど、あの。 特撮門をずっと撮り続けてる川崎稔監督っていうのがいらっしゃってその監督からオファーいただきましてそれでちょっと撮影行ってきたんですけどちょっとこれどんどん写真んかいやいかそれこそカメラ5ミリのとこで来てるね」ってこれも目線どっちですかみたいなそうそうそうまあこれだからそうああこれ堀内さん 堀島さんの大先輩だよ息の長い先輩だよねかっこいいですよやっぱり素敵なのよ本当にかっこいいほん素敵あのさ、なんか日本人の俳優っていうよりもさなんかヨーロッパとかハリウッドの俳優さんみたいな感じしない堀島さんってちょっとヨーロッパの感じわかりますよあるよねありますありますなんかこのジェントルさがさそうなんですよねなんか日本人の昔の人じゃないんだよねなんかヨーロッパっぽいんだよねすごい素敵な素敵だよね素敵ね お、なんかどっかの悪い対象でしょ、これ、悪いやつでしょ、もうどう見てもさ、後ろに従いてるのは、わ悪の化身だもん、まあまあまあ、そういうことなんですけど、悪のボスだね、これ、衣装が悪のボスだもんだって、まあ、ですよね、でもこれね、すごい、これ実は結構貴重なところで、あの、幸田町って、今すごい映画を誘致してるんですよね、その街を上げて、なので、すごい全面的に協力してくれるんですよ、撮影。 これあの高田町の町議会のあの議場なんですよ。普通使えないんでしょ。そうだよね。それをちゃんと役所がその使わしてくれて、そこであるシーンを撮影したんですけど。だからそういう場所でこういうなんだ特撮のこれにいて異様な光景だなと思いますけど。そんな撮影をねやらしてもらったんですよこれ。 こ,そこれ監督でタイトルがあの「サイボーグ一心助け」っていうんですよ <laughs> 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 これこれこれ,これ<あ>一応台本持ってきたんですけどサイボーグ一心助けそう一心助けはご存知ですよねの知ってる知ってる知ってる,てる、はい、有名なはい。 まあだから…新助けがサイボーグなんだ。になるんですよね。まあちょっとね、これとファンタジーなファジーあるいは、まあまあ、そうですね。へえ。いや、なかなかぶっ飛んでておもしろいでしょ。こういうのぶっ飛んでて面白いでしょ。そう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 。生ハンカーのやりよりもね、ぶっ飛んだらぶっ飛んだだけの方が面白いんだよね。絶対そうそうそう。俺の役もだいぶぶっ飛んでるんで、ちょっと、ぜひ楽しみにしてほしいです。あこれ、主演の小松君ですね。 もうね、今のイケメン君だね。いい男でしたね、本当に。素晴らしい役者。なるほど。それてっぺ。あ、これその主要なメンバーで。えっと。左から西川君に小松君に、中川千佳ちゃんって、あの、まあ、ヒロインですね。ヒロイン。もうさ。最近の若い人たちの写真とか見るとさ、思うけどさ。今の二十代前半から今二十五ぐらいまでの子たちってさ。顔つきが絶対違うよね、俺たちの時代と。 そうですかねまあ確かにそう言われるとそうかもしれないですけど俺たちの時代ってさこんなイケメンの子たちってさあんまりいなかったじゃんあ確かにでもそうかもしれないですねでみん今イケメン街歩けばイケメンだらけよとてつもなくみんなかっこいいしかっこいいね背が高い顔はちっちゃいしちっちゃい足長いまあ女の子もそうだけどいや本んに。なんかこの2三3 0年で なんか日本人の顔の質感っていうのかなあれはすごい変わった気がするな次かありますかこれそのあれですねこれ「石井助」「石井助」「石井助」「サイボーグ」「石井助」「俺だってほら正義の顔してるもん」ですよねうん正義さっき鉄の後ろにいたやつは「悪」だもんどう考えても。あやっぱわかります悪防具だもんわかりますよねなるほどそうでさっきではヒロインの男の子がこれ「石井助」の「 そうそう小松君がまあまあそうですね一心助けになるっていうでも堀内さんはどっか学者みたいな人あっそのの親みたいなねでこれでもねもうね早くて今年の11月にその高田町でプレミア試合やおじゃあ当然もう呼んでいただければっていう感じですけどはい。 もう公開するんで、はい、楽しみだねこれもねえ是、ー、非監督としないことって見に来ていただけたらと思いますけどなるほどね <laughs> いやぶっ飛んでますよこれこれ夏えいつ頃撮ったのこれ、えー、なんかついこの間ですよんとえっと6月,、うん、6, 月6月にはい に撮影ししてまたでもさ鉄といえばさ映画もやるしさその椿組の舞台に出たりとかさ俺も出させてもらってるイージーモーションの舞台にあったりとか舞台と映画どっちが好きこれね難しいですねでもなんか最近ねここ10年ぐらいは本当にたくさん舞台出させてもらったんでってるよね舞台ものすごい数やったんでなんかね 改めてその舞台の良さというかうん、うん、お芝居のなんかね、うん、本当に真髄みたいのは、うん、やっぱりこの10年でもう一度なんかこう感じたなっていう、うんはい、それは思いました、ね、じゃあさ哲がさ、うん、舞台とかやるときに一番大事にしてる役者としてね、うん、一番大事にしてることって何、はい ななんだろうちょっと抽象的でね難しい質問だけどやっぱりねどんな役を演じるにしてもその人その役の人物に対して敬意を持つというか仮に悪であったりとか善であったりどっちでもいいんですけどでもその人にはそうなるいきさつというか理由があってそうなってるっていう何かその視点は常に持っていたいなと思ってて。だからこう 簡単な,なんか適当にお芝居をするっていうやり方は絶対にしたくないなっていう<ー>なんかそこは常に持ってるところですかね真面目だね <laughs> でも真面目じゃなきゃいけないんだよねだかねやっぱりなんか芸事だからさそうですね、うん、やっぱりねあの東映のそうあの時代を生き抜いた俺たちとしてはきちんとやんなきゃいけないんだよ、はい、やっぱりお客さんからお金を取ってね、うん、こうやって見ていただくわけですからそこにやっぱり ね、命をかけない限りはやっぱり伝わらないと思いますけどね<う>僕は本当そう、はい、そう思う本当にでもそういう人じゃないとやっぱり生き残っていけない世界にならん っていう気もちょっとするしねそうですね生き残れというか僕ギリギリかもしれないですけどもうみんなギリギリや。俺なんてもうこうテーブルのここにも指こうかけて何言ってんすか本当だよそんなことないですよもうでもさなんかさそういうギリギリのところも結構楽しかったりするいやまあそうですけどねなんか安穏としてねバーンといてもう安穏だよ俺はっていうよりもなんかこう這いつくばってなんか死に物狂いでやってるとこの方がなんか生きてる感じはあるよねその方がなんかやっぱりなんかねしんどいけど しんどいですよ。しん,ね、しんどいけどなんか芝居もね、うん、なんかすごく切実感というかなんかそういうリアルさがもっと出てくるんじゃないかなと思いますけどね,すねあ。あと1分 1> あ,あと1分。はい、じゃあ哲<う>今日はあの鉄あの見てくれてる人に、うん、じゃあ,あの、哲から一つメッセージをメッセージですか、うん、コメントを一つで番組を締めたいと思います。 わかりましたこれもね、タコスギルドもしてね、映画はね、さっき言ったみたいに1月公開するんで、ぜひ見ていただけたらと思いますし、舞台も引き続きいろいろやってきますんで、僕の SNS だったり、チェックしていただけたらと思います。SNS をチェックしてください。それこそ、これね、このタコスギルドで、これ、ショップカード持ってきましたけど、ここに僕、結構いますんで、実際、もし、鉄に会いたかったら、タコスギルドに行く。 そう<で>来ていただけたら、で,で番組にあの見ましたよって言ったら、うん、タコスギルドの中身がちょっと増えるかもしれない。<laughs> 勝手なことまた言って <laughs> <laughs> あの、レタスがこう二三枚ちょっと増えるかもしれない。そんなの分かんないじゃないですか、ね。でも <laughs> <laughs> ということで今日のゲストは加山哲さんでした。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。<laughs> すみません本当にありがとうございました。えー <laughs>